ースのスタイルがどんなカットがされていたかと、はい、あとは色の状態。わかりました。ベースのスタイルは、まあ、ウルフっぽいレイヤーのスタイルで、まあ、ちょっとボブ飽きた人とか重い時代から少し今年の春夏のやっぱり動きのあるあのトレンドの一つかなと思うヘアスタイルです。色はですね、全体的にはまあトーンが8レベルぐらいのトーンの中に、顔周りと襟足にブリーチでハイライトを取って、顔周りは薄いペールアッシュっぽい色を入れて、特に前髪ですね。でサイドの下あたりはちょっと青の強いグレーを入れて2色で動きを出してます。それが今回していただいたカラーです。